強くなれば。もうすでに特別試合で1回参加してるんですか？11。ああ、そうなんですか。ああ、なんか、そんな感じのプレーしてましたね。帰っていくんかな、みたいな。性格によりますかね。性格による。どういうこと？いや、海外に行こうか。どういうことか。でも、プレースタイルからしたら完全に強気の感じですよ。だけどね、国内で。まあ、ゆっくり。うん、そう。そうですよ。それでは結束となりましたので、富士社員総会後メディアブリーフィングを始めさせていただきます。本日の授業につきましては、事前に申請いただきましたメールアドレスの方へ送付させていただきましたので、ご確認をお願いいたします。それではまず本日ご登壇いただくお二人をご紹介させていただきます。一般社団法人日本ハンドボールリーグ理事長定者、中村和也様。中村でございます。よろしくお願いします。一般社団法人日本ハンドボールリーグ役員選考委員会委員長、小森隆様。国です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまず本日開催された定時社員総会で決議されました新体制についてお二人からお話しいただきます。中村様、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。今日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。去る6月14日の臨時社員総会で理事長予定者に選任いただきました、中村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日11時から、2023年度の、定時社員総会が開催されましたので、その、決議事項等について今日お話をさせていただきたいというふうに思います。失礼ながら着座をして、お願いさせていただきたいと思います。先月、この14日の、臨時社員総会で、いろいろ議論があったということは、芦原さんからの、ブリーフィングでも皆さんのご承知のことと思いますけれども、そのような中で、理事長予定者として新たな理事会のメンバーを、リスト出しをして理事会に、諮るというような、手続きの上の流れがございました。ただ、14日に選任をされてから、理事会が21日ということで、1週間しか時間がなかったということもありますので、大変次につないでいく形にはなりますけれども、理事3名、私を含めて理事3名、そして幹事1名という形で、最低限理事会を構成できるメンバーを提出をさせていただいて、理事会でご承認いただきました。で、それをもとに、今日の、定時社員総会にお諮りをさせていただいた形になります。で、もちろん、その過程では、役員選考委員会に、お諮りをさせていただきまして、国委員長のもと、議論いただきまして、理事会に答申をしていただいたという流れになります。で、個別の、お名前についてはまた後ほどご説明をさせていただこうと思いますけれども、まず、役員補助選考委員会からの答申ということで、国井先生に、ご説明をいただければというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ただいまご紹介にあずかりました役員候補者選考委員会の委員長の国井でございます。よろしくお願いいたします。私の方からは
本日社員総会、定時社員総会の議案に理事2名、幹事1名の答申をありましたので、その経緯について、ご説明できればと思っております。前回ですね、理事長予定者1名の選考の過程については、前々回のブリーフィングですかね、私の方からもご説明させていただいて、最終的に今、中村に、理事長予定者の方からご説明にありましたように、6月14日の臨時社員総会においてですね、中村さんが理事長予定者として、選任されたということでございます。でそこから役員講師選考委員会の方ではですね、理事長予定者である中村さんに、次の理事および幹事のリストを作成をお願いするというふうな手続きに入ります。そこで、1週間という時間もない中ですが、現状でですね、我々の役員候補者選考委員会に来ている中ではですね、まず理事長予定者の方に打診をして、そのリストを出していただくという作業を行いました。実際にはですね、今ご説明があったように、次の理事会が6月の21日でしたので、その中で開催できる役員選考委員会はわずか1回ということでしたので、事前に、我々の文書等メール等のやり取りで、ある程度理事長予定者が考えている最低限の3名、理事3名、幹事1名という体制で暫定的にまたスタートさせたいというふうなご意向もありまして、そのリストを頂戴して役員選考委員会で議論をしたということでございます。で、役員候補選考委員会の中では、まず中村さんの方から出された理事2名および幹事1名についての選考をしました。さらにその会の中で我々の役員候補選考委員会の委員の中から提案になった5名の方を新たに議論になったんですが、最終的に我々が第5回の委員会の中で、理事会に求める要件、というものを決めておりまして、そこに、どのように当てはめて、どのように理事会を構成するかということにおいてはですね、もう少し時間が必要だろうということで、スキルマトリックスもきちんと作った上でですね、どのように我々として、選考委員会として、理事会に答申していくかということについては、現状の理事候補者、幹事候補者の追加の部分については、答申はせず、理事長予定者である中村さんから出た理事2名、幹事1名の方のみを理事会に答申したということでございます。実際の具体的なお名前はまた後ほどお話しますけれども、そうすると、当然現状ではですね、当然スポーツ団体ガバナンスコード等を、こちらは一般団体向けなんですが、NF 参加の団体のリーグということですので、NF 向けの原則2というのがあって、その中の適正規模ということは十分に言えないので、今後、できるだけ速やかに、適切な役員候補選考委員会を立ち上げていただいて、適切な組織運営を確保するための役員体制の整備することを理事長予定者にお願いをいたしました。当委員会ではですね、その審議の過程で、答申まで至らなかった方についてのリストについて、その経緯についても、理事長予定者ある中村さん及び事務局の方の申し送り事項として伝達することにいたしました。現状の定款及び理事長候補者選考委員会の規定においてはですね、定款における理事3名以上、それから幹事1名以上、理事候補者の総数のおおむね3割以上がチーム関係者、それから外部有識者が3割以上ということは、あと役員の就任時の年齢制限である65歳未満は全てクリアになっております。ただ、スポーツ団体ガバナンスコード NF 向けの原則2の目標割合である外部理事の 25% は満たしておりますけれども、女性理事 40% については満たしていないというふうな状況でございます。はい。
この上で、今具体的なお名前のところでですね、理事2名 の方につ中村さんについてはもうすでに、6月の14日の臨時社員総会で決議されておりますので、残りの2名の方について、我々の方で答申をした次第でございます。1名は、岡さんですね、チーム関係者の方で、新任ということで、中村さんの方からリストを頂戴して、委員会の中でも特段の、反論あるいはその異議の方は全く出ませんで、男子チーム を今引っ張っておられるということですので、そういった意味では男子のチームから1名、今回、代表理事中村さんが女子チームですので、その辺のバランスも考慮して、理事候補者岡正樹さん、をチーム選出として推薦した次第でございます。候補とした理由についてはですね、現状、トヨタ自動車およびトヨタ合成についてですね、経理財務を中心とした経験、それから2018年から取締役として、経営にも携わっておられると、もちろん、チームのオーナーとしてですね、2016年からも携わっておられるということでの手腕についても十分我々として期待しているということでございます。さらに財務、経理、財務、ガバナンスといった部分についてもですね、トヨタ合成株式会社の取締役という立場の中で十分企業経営の経験を踏まえて、ハンドボール界の今までをきちんと理解し増えてしてですね、現状を踏まえて成長立案をしていくという方だろうということで答申させていただきた次第でございます。あともう一名です。もう一名の方は松中信彦さんを役員候補者選考委員会では答申をそのままさせていただきました。松中さんについても、異論等はなくですね、ハンドボール界の中ではですね、いわゆる現状で実際にハンドボールチームのキングスという代表として、もともと出身はもちろんプロ野球選手ですけども、2020から2021の間の日本ハンドボールリーグアンバサダーとしてですね、レギュラーシーズンおよびプレーオフでの解説も含めてですね、大変ハンドボール界についての造形が深いというふうに聞いておりますし、現状、今までのですね、野球界のことを、プロスポーツ界の方も十分存じ上げている方ということで、理事会の方で、役員候補選考委員会のところではですね、外部理事としての期待ということで、集客面も含めて、ハンドボール界が置かれている状況も十分分かっておられる中でですね、新しい考え方、価値観も含めて、人脈も生かして、スポンサー獲得も含めて、十分期待されるということで、予定をいたしました。答申をいたしました。続きまして、幹事なんですが、幹事については、弁護士の林泉先生を推薦ということで頂戴いたしまして、私の方もお会いして、特に林先生に関してはですね、外部上場会社での社外取締役および社外監査役、それからオリパラ、東京オリパラでのエンブレム委員だとかですね、最近では、車椅子テニスの外部理事ということのことも踏まえてですね、我々として、今回、課題感であるですね、コンプライアンス、あるいはそのリーグとチームとのコンフリクトの問題も含めてですね、ガバナンス機能も含めて我々としてはきちんとチェックをしていただけるというふうに考えまして、答申をそのまましたしたいです。皆さんにお配りはしてないですけども、スキルマトリックスで言われる我々が考えている項目については最低限このメンバーの中で、クリアになっているというふうに考えてはおるんですが、ただ残念ながら、全ての我々の要求している、専門性だったり経験だったり、そのいわゆる役員の方の役割も含めてですね、常勤性、非常勤性も含めて、きちんともう一度役員候補選考委員会を含めて立ち上げてですね、その上で、答申をしていただきたいということで、改めて、中村理事長予定者の方にはですね、
私の方からもお願いをしたというふうな次第です。で、この結果を受けて、まあ、本日の定時社員総会においてはですね、2号議案、3号議案ということで、今申し上げた理事2名、幹事1名については承認可決されたということでございます。簡単ではでございますが、私からのご説明は以上でございます。はい、藤井先生ありがとうございました。まあ、補足ということではないんですが、まず私が、代表理事の予定者、理事長予定者になることにあたって、まあ、14日の臨時社員総会では私が北国銀行ハニービーの GM を務めていることによる、まあ、チームとのコンフリクトのところが大いに懸念をされたというふうに、まあ、承知はしております。まあ、そのような中でなんとか今ハンドボール界を一本化していきたい、全チーム揃った形で、まあ、新しいリーグに臨んでいきたいという思いから、まあ、引き受けをさせていただきました。あとは、まあ、理事を選ぶにあたってはですね、その理事総会の中でも、岡豊田高専の岡さんに関しましてはやはりその辺の、懸念ということを強く示されておりましたので、そういう面からガバナンスに関しては十分な形でご意見を頂戴できるというふうに思って選ばせていただいた次第であります。まあ、松中さんにつきましては今後やっぱり、集客というのは大いに課題になっていくと思っておりますし、まあ、特にやっぱり子どもたちにどうハンドボールを、見て楽しんでいただくかということを考えていきますと、今小学生中学生のキングスというチームのオーナーとして、子どもたちにハンドボールの普及も、進められているところも含めまして、理事をお願いしたいということでございます。林先生につきましても、同じくやはり私の、チームとのコンフリクトというガバナンスの観点から、弁護士の、経験を豊富に有していらっしゃる、まあ、林先生にお願いをして、しっかりその辺のガバナンスについては、管理監督、監視をしていただきたいというふうに思って、候補者として、推薦を、リストに挙げさせていただきました。で、なお今国井先生からもお話があった通りですね、まあ、十分な理事会という形にはまだなっておりませんので、まあ、早急に選考委員会を立ち上げてですね、スポーツ団体ガバナンスコードときちんと、充足できるようにしつつ、まあ、理事会として十分な機能を果たせるような、理事会を構成できるような、形で、選定をしていきたいというふうに考えています。なおその選考委員会の立ち上げにあたりましては、前回の選考委員会からの継続性ということもありますので、ぜひ国井先生に委員にお務めいただきたいというふうに考えております。選考委員会の立ち上げにつきましては7月3日の日に、臨時理事会を予定しておりますので、そちらの方で、選考委員会の立ち上げについて議論をさせていただきたいというふうに思っております。なお本日の定時社員総会の1号議案につきましては、決算内容の承認ということでございましたので、こちらの方は有告に、ホームページ上で、公開させていただくというふうな予定になっております。私からは以上でございます。ありがとうございます。それではここから質疑応答のお時間とさせていただきます。本日会場とオンラインでのハイブリッドで行っておりますので、質疑応答は会場オンラインの順で質問させていただきます。それではまず会場でご質問がある方は挙手をお願いいたします。スポーツイベントの長と申します。中村さんにご質問よろしいでしょうか。はい、中村さん、まあ、先ほどですね、選考される過程でですね、チームの GM をされているということで、まあ、当然利益相反とかそのコンフリクトとかどうだっていうところで、懸念がいろいろあるということはご承知の通りだと思うんですけれども、そもそも中村さん自身が北国銀行の代表取締役されているっていうところで、単純にすごく時間の部分でも忙しいのじゃないのかなという一つ思うところで、まあ、今日本リーグ来年からですね、まあ、新しく変わっていこうとか、まあ、新しい新リーグを深まっていこうという中で、そのトップを務めるにあたって、まあ、そういう本業のそもそもお忙しいものとっていうところでの折り合い、まあ、GM は辞められるとお伺いしたんですけど、まあ、こちらは当然簡単に辞められないと思いますのでなんですけれども、そのあたりってどういうふうに考えてお引き受けされたのかなと。そうですね、おっしゃる通り
私一人の力ではなかなか進められない部分もありますので、ただ新たな理事の中にはしっかり常勤として務められる方で、私をサポートしていただける方を選任をしたいというふうに思っておりますし、コロナのおかげというと何なんですけれども、かなりリモートでも対応できるような形に、世の中の状況も変わってきてますので、その辺の、ご懸念は十分承知した上でですね、ぜひハンドボール界を盛り上げていきたいと思いますし、発展につなげていきたいというふうに思っておりますので、引き受けさせていただきました。あとはもう本当に、しっかりとサポートしていただける、理事、事務局を、構成していければなというふうに思っています。はい、もう一つよろしいですか。もう一つは、やはりその、加盟団体の関係者ということに中村さんはなるわけですけれども、今後その選考のところで何度もお話があったように、今後これから新しいリーグとかで制度設計いろいろ変わっていく、ルールが変わっていくというところでの、その自チーム、チームは辞められたとはいえ、自チームというかですね、でも国銀行のチーム自体に関わることであったりとかっていうところでの、なかなか難しい議論も出てくるかもしれないっていう中では、中村さんとしてはそこのあたりに関してはバランスだったりとかですね、他チームからやはり、不公平だと言われないような形で、やっていくっていうところに関しては自信といいますか、そういうものっていうのはおありですか？自信はあります。で、定款上も規約上も実はチーム関係者、チームの GM が理事長にはなれないというところはどこにも書いてないというふうに思っていますし、で、利益相反の部分に関して申し上げますと、銀行員という職業をずっと続けてきております。で、銀行法の縛りであったり、金商法の縛りであったり、個人情報保護であったり、非常に厳しい法律の縛りの中で仕事をさせてきていただいてます。で、その上で、理事のメンバーからもしっかりと、逆に言うと全館注意義務を理事の方々にもしっかりと果たしていただければ、十分その辺の、チームとの交流度であるとか、利益相反であるとか、そういう部分に関してはクリアしていける自信もありますし、逆に言いますと、今までリーグの、実行委員会も含めて発言させていただいた内容には、おそらくいろいろと、ヒアリングしていただいても結構ですけれども、自チームに利するためにっていう発言は私は一度もしてこなかったという自負はありますし、そういう面では、自信はあります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他の質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。ちょっと津波のお仕事をします。コンフリクトということを先ほどからおっしゃってますけども、リーグだったりチームだったり難しい中で、ご多忙な中で、あえて渦中の国ではないですけれども、今回その代表理事をお引き受けになろうと思った思いですとか覚悟みたいなのです、いかがでしょうか。臨時社員総会の後のブリーフィングも聞かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今のハンドボール界の状態っていうのは決して平時ではないと思っています。協会とリーグの関係でありますとか、あるいはチームとリーグの関係でありますとか、普通であれば一体になってハンドボール界をどう盛り上げていくかっていうことを一緒に考えていくべき立場だと思いますけれども、今決して、そういう状況にはないという私は認識をしています。個人的な見解も入るかもしれませんけど、そういうふうに認識をしておりまして、まずそこの関係を正常化したいということで、考えて、まずそこを正常化しないと、多分森林構想だったりとか選手の強化であったりとか、そういうところにおそらく結びつけていけないというふうに思っていますので、あえて表現が妥当かどうかは別にして、火中の栗を拾うという覚悟で、理事長を引き受けさせていただいたということであります。で、本当にチームとのコンフリクトっていう話がすごくクローズアップされましたけれども、実際にじゃあどういうことが起こり得るかっていうと、まだあるかもしれないですよねっていう、
そういうレベル感だと思いますので、まあ、本当にそういう事象が発生したときには、きちんと理事の方々が全館注意義務を果たす、理事会がきちんと自らの役割を果たすということで、十分カバーできると思っておりますし、まあ、そういう意味で言うと、とにかくまず、ハンドボール界を正常な形に戻して、で新しいリーグ、やっぱ子どもたちが夢を持って見ていてくれる、そしてハンドボールを始められる、一緒にやって楽しんでいただける、やはりそんな競技にしていきたいなというふうに思っています。そうです。あ、すみません。役員候補者選考委員会、これからの段階なので、まだ確定では当然ないと思うんですけど、その先ほどおっしゃったその右腕、その常勤の理事の方だったりとか、理事会の規模だったり、構成だったりということで、その現段階でこう、まあ、こういう方、こういう会議体にする、そのあたりのこうイメージはいかがでしょうか。それは個別ネームということでですか。そこまで出るようだったらお聞きしたいですけど、もしそこが難しいようだったら、もうちょっとその概念的なことだったり、抽象的なことも結構ですけど。そうですね、まずやはり、まあ、スポーツビジネスに、まあ、精通をしているということも含めて、やはりハンドボールの過去も踏まえて、現状をきちんと認識をして、で次に向かって、考えられる方というようなイメージですね。まずこれは、まあ、芦原さんを批判するわけではないなく聞いていただければと思うんですが、ハンドボールの世界っていうのは卑下するわけではないんですけれども、まあ、競技人口も含めてまだまだすごく脆弱で、これから成長していかないといけない、まあ、そういう競技だというふうに思っています。まあ、部活動の地域号なんかも進む中でですね、どうやってやっぱり子どもたちにハンドボール競技に興味を持ってもらって、どうやってハンドボール競技の人口を増やしていくかとか、まあ、そういうことも一緒に考えていける方ですね。やはりあとはもうやっぱり財政基盤もそんなには強くない状態ですので、まあ、そういう財政基盤の強化、まあ、スポンサーの獲得も含めてですね、共に活動できるような方をイメージはしています。現段階でここで名前を言っていただけるかどうかは別にして、具体的な候補みたいなものというのは中村さんの頭の中にはすでにお持ちですか。ご本人にはまだ打診をしてできていない段階ですが、何名かは一応イメージとしては描いてはおります。あと先ほどそのガバナンスコードの話がありましたが、その理事会の例えば人数が前が10人ぐらいだったんですけど、はい、それを例えば増やすとか、まあ、今3人ですけれども、あと5人という名前もありましたけど、その方の規模感だったり、その外部理事、チーム関係者、有識者って、そのあたりの構成というのはいかがでしょうか。そうですね、人数はやっぱりあまり大きすぎるとしっかりした議論もできないと思いますので、まあ、10人から11人程度というふうに考えておりますし、まあ、理事の構成についてはできるだけガバナンスコードを満たせるような形での構成をしていきたいなというふうには考えています。もう一つごめんなさい、ちょっといろいろ質問して、あとはまあ、プロリーグということで打ち出してはいますけれども、そのあたりの例えば芦原さんが言ってたことを全て踏襲するということはおそらくないと思うんですけども、その構想の大枠みたいなことについては基本的には継続というイメージでよろしいですか。そうですね、そういう意味で言うと、1月に、まあ、正式な会議体ではないですが、オーナー会議というところに、東京ジグサーのオーナーの金丸さんと私とで、2人で、まあ、終戦を出させていただきました。で、まあ、その中で言うと、まあ、プロ化に進みつつも、やはりまだ多様性を持った形でもいいんではなかろうかという議論もありましたし、まあ、まあ実業団チームは実業団チームとしてのあり方もあると思いますし、クラブチームはクラブチームという形もあると思いますし、ただやはり進めていく中ではやっぱりプロ化に向かっていくんだろうなというふうに思っていますけれども、現状ではまあ多様性のあるリーグという形になると思いますし、まあ、2024年9月のスタートに向けてということで言いますと、実は正直時間がもうありません。だからその中では、まあ、中期ビジョンというものをきちんと出して、で3年後にこういう姿を目指すとか、そういうものを作ってやっていければなというふうに思っています。ありがとうございます。お願いいたします。すみません、日本経済新聞で申します。
先日 の臨時社員総会で理事長候補者とか予定者として、選考された時は反対と棄権を投じられた方も結構一定数いらっしゃいましたが、そういう中で、スタートすることについてまず、受け止めを一つお願いします。そうですね、反対票はおそらく4票だったと思います。棄権票が7票ということではありますし、で、まあ、希望から言えば本当は全員一致でお願いできれば一番ありがたいなという話ではありますけど、逆に言うと、まあ、そうやって議論が分かれたこと自体は悪いことではないんだろうなというふうに思っていて、まあ、その辺についてもきちんと自分の考え方を、まあ、棄権されたチームの方、反対されたチームの方についても、まあ、説明をしながら、しっかりとコミュニケーションを取って、まあ、解決をしていければなというふうには思っています。まあ、正直、不安はなくはないですけど、やっぱそれをやっぱ地道にやっていって、まあ、なんですかね、わだかまりがもしあるとすれば、そういうものをきちんと解消できるような形で取り組んでいきたいなというふうには思います。申請ですね、はい、今手を挙げられて、その後途中で、まあ、最終的に打ち切りになりましたけど、参入審査も、クリアされて、参加チームとして内定をいたしました、はい、で一方で同時並行で進んでいたその見直しの議論の方にも、まあ、加わられて、中村さんは金村さんと一緒にその修正案を取りまとめる方のお立場にもなられたと思うんですけども、現状のというか前の体制で出た森林構想、まあ、いろいろ参入要件、参入審査に出てきた8要件であったりとか、それからそのビジネスモデルとかいろんなものがありましたけども、現状、どこの部分は残すとか、今の感じだと基本的には全チームで一緒に行くということなので、今の日本リーグと、名前は変わるかもしれません。何が変わるか、具体的にはまだ何もこうつまびらかになってないんですけども、これまで出てきた議論を踏まえると、どういうところは引き継ぐ部分なのか、どういうところは考え直す部分なのか、ちょっと今も考えになっているのか、教えてください。そうですね、まあ、当初案は、まあ、シングルエンティティという形で、まあ、全ての権利を一旦リーグが持った上でやっていこうという形でしたけど、やはりチームでやるべきこととリーグでやるべきことのやっぱり役割分担を明確にしていきたいというふうには思っています。では前のというか森林構想になぜ参入の意思表明をしたのかというところなんですが、実はやっぱ内側からいろんな制度改革についてものを申していきたいというような思いから挙げました。制度設計委員会の中で当初は2月開幕だったものが、まあ、9月に変わりました、まあ、そういう形で中から制度を変えていきたいというふうに思って、まあ、参入申請をして、ね、内定もいただきました。ただそこでもう分裂をするということが、まあ、明らかになりましたので、やはりもともと芦原さんに申し上げてたのは、先ほど言ったハンドボールの足元現状を考えると、今分裂をすることは決してハンドボール界にとって得策ではないことなので、ぜひやっぱりワンチームというか全チーム揃った形でやっぱり新しいリーグを目指していこうということで、金丸さんにもお話しさせていただいて、で修正案を、まあ、取りまとめさせていただいて、まあ、そういう経緯であります。まあ、おっしゃる通り、じゃあどんなところが明確にこれから変わっていくんだというところは、正直まだこうですという明るい未来というか、そういうものはお示しできないというのが正直なところです。ただやっぱりそれは、2024年9月というのは先ほど申し上げましたけれども、もう逆に言うと体感を抑えることとかというのも来月再来月ぐらいからもう始めていかないと間に合わないので、であると2024年9月というのはそんなに目新しい形ではスタートできないかもしれませんけど、先ほど申し上げましたように3年後はこういう姿を目指しましょう、例えば2027年はこういう姿で立ち上げましょうというようなことを、お示しをしながら
やっていきたいなというふうに考えています。はい、ありがとうございます。その他ご質問お願いいたします。プリラスさん、お疲れです。国井さんに今回 の、 その理事長の選考委員会の過程途中で最後その米田さんが辞退するという事態、まあ、辞退するという言葉を取って、でしかもまあ その説明の中で、まあ、辞退するなんかがある人から、まあ、言われたみたいなことを、まあまあ、ツイートというか、まあ、表現されて、まあ、なかなかそういうことが起こっている現状がかなり異常事態だったんですけど、どういうふうに国井さんは捉えてましたか。こういうこと、はい、役員選考委員会の途中の段階から、まあ、社員提案というふうな話が出て、私としてはですね、最終的にこれはこの役員選考委員会で、まあ、限られた5人で議論するのではなくて、まあ、やはり社員総会の中でやっぱりきちんといろんな意見を言って議論すべきだなというふうに感じましたので、さまざまな状況はもちろん承知しておりますけども、私の個人的な意見は、まあ、3名、まあ、答申したんですけど、3名の中で、まあ社員総会の中でですね、まあ、皆さん、まあ、賛成反対いろいろあったと思うんですけども、そういうことがきちんと分かるっていうことが本来あってもよかったのかなと個人的には思いましたけど、まあ米田さんがああいう形で自分なりの意見を申し上げながらそういうふうなことをされたことについては十分理解をしていますということで、まあ米田さんなりの考えの中で米田さんが目指す方向と、まあ、現状とがちょっと合ってなかったということは十分理解をして、そもそもそのなんか辞める辞退するように促すような圧力を感じたみたいな発言というか、まあ、表記があったと思うんですけど、それに対してどういうふうに感じられますか。まあ、人それぞれの感じ方なので何とも言えないんですが、私自身も当然ながらハンドボール界の方に全員ほぼ遠距離ですけどもお会いして、中には強い口調でおっしゃる方ももちろんいらっしゃいますので、まあ、その受け止め方は様々かなと個人的には思いますが、私自身はもちろん一回たりとも圧力というふうに考えた受け止めたことはないですが、その辺は個人差はあるのかなと個人的には思っています。あと中村さんに、まあ先ほど、まあ、芦原さんを、まあ、批判するわけではないけど、前を切れて、まあ、意見述べていらっしゃいましたけども、改めてその前回の芦原さんと対戦の時にいろいろ提案した中でどういったところがもうちょっとうまくやるべきだった、先ほどちょっとまあ全てうまく全てのチームが参加した方がうまくやった方がいいということも言われてましたけど、どういったこうやり方、まあ案であったりそういう手法、どういったところがまずかったという表現もあるんですけど、まあダメうまくいかなかった理由があったのかなと思います。そうですね、まず一番大きかったのは年会費の部分だったと思います。入会金もそうなんですけど、年会費の部分でじゃあ具体的に何をすることに対してそれを使うんですかっていうようなところが、まあ、明確ではなかった。で、まあ、あとはやっぱりクラブチームであるとか地域のスポンサー収入で成り立っているチームはかなりあるんですが、まあ、それをまあ一旦リーグに吸い上げます。でそれをまた収益儲かったら分配しますっていうか、何パーセント戻しますとか、収益も何パーセントは戻します、儲かったら返しますというようなお話だったと思うんですけれども、やっぱりそこのところの資金の使い道であるとか、まあ、そういうところがなかなか明確にならなかったっていうところが一番の問題点かなというふうには思ってます。で、そうですね、それが一番のところですかね。あとはただやはりここの2年間で芦原さんもこれは言っていただいてますけど、チームの意識が随分変わったっていうふうに思いますし、それに対しては本当に芦原さんの功績だというふうに思いますし、まあ、各チームやはり集客だったりとか、どうやってハンドボールを盛り上げればいいのかとか、そういう面での意識は相当に変わってきていると思いますので、次のステップに進むにあたってもですね、必ずいい結果が生まれるというふうにみんなの意識も随分変わってきていると思うので、まあ、それを土台にして次に作り上げていければなというふうに思います。あと最後もう一つだけ、まあ、あればですけども、まあ、現状全チーム参加という形で、まあ、ただでさえ現状 の、 その JHL がハンドボールリーグは、まあ、その資金力のあるチームないチームの格差はすごい激しくて、
で、まあ、戦力差も激しいで、シングル ATT をしないということであれば、結局自チームの中で努力して、そういう運営のお金を回していかないといけないというところで、結局またその格差が広がったままで進むのかなという印象がちょっとあるんですけど、そこらに対する懸念とか改革、なんかこういった方向自体というのはあったりします？これは可能かどうか別にして、おっしゃる通り、資金力には随分差があるので、できれば、これちょっともうちょっと勉強しないとあれなんですけど、社員から基金の積み増しができないかなというふうに今考えています。でそれを均一年会費で賄おうとすると、やっぱり上げきれない部分もありますし、でこれはもうまだ私の知見ですのであれですけれども、やはり資金を提供できるところに関してはきちんとじゃないですね、提供していただいて、まあ、それに対してきちんと、果実をつけてお返しできるような、なんかそういう仕組みが作れるといいなというふうには思ってます。で一律っていうのはなかなか財務基盤が異なる中でいうと難しいので、なんとかそういう形でやっていけないかなと。またもちろん企業の皆さんとか、まあ、そういうところにご相談をしないと何とも言えないところがありますけど、まあ、今のところ試験としてはそういうふうには思ってます。共同通信なんと申します。先ほどそのハンドボールの世界、強靭国が脆弱であると、まあ、これから成長しなきゃいけないという、まあ、まさにその通りだとは思うんですが、ちょっとこれ失礼かもしれませんが、これは北国銀行さんのように、まあ、強すぎるぐらい強くいるんですが、観客動員は、まあ、正直言って女子で下から2番目といった場合、例えばそういった企業が裏を返すと、観客が少なくても強いチームを作れるわけですから、どこまでその変わっていく、あるいは新しいものを作るというのはモチベーションというんでしょうかね、はい、そこの真剣みたいなものってどこまで生まれるのかなっていう、あるいは必要なんだろうかっていうですね、本当に、疑念も持ってしまう部分があるんですけど、これに対してはどういうふうにお考えになるでしょうか。正直ハンドボール界はもう日本で競技として残れるかどうかの危機だというふうに思っています。先ほど申し上げましたけれども、やっぱり部活の地域移行であったりとか、どんどん少子化が進む中で、子どもたちが選ぶ競技っていうのは、やはりバスケットであったり、サッカーであったりとか、人気のある競技に集中してしまう可能性があります。まあ、そういう中で、いかにハンドボールを楽しんでもらって、ハンドボールやりたいっていう子どもたちが増えるかっていうところは、本当に真剣に強いだけでは多分ダメだと思うんですよ。まあ、自ら見ようと思ってますけど、まあ、そういうところの意識っていうのはやっぱり皆さんに本当は共有してほしいなというふうに思ってます。いや本当にもう私ヨーロッパではハンドボール盛んですけど、日本で本当にハンドボール競技が生き残っていけるのかどうなのかっていうところの危機感っていうのはすごく抱いてますので、ただそのためには逆に言うとトップチームの強さっていうのもある程度これは必要になると思ってまして、強化の部分と集客の部分をどう両立をさせていくかっていうのも大きな課題ですけど、まあ、それくらいの危機感は持ってやってます。私はちょっともう一つ伺いたかったら、要するに例えばプロチームであるとか、あるいはまさにプロ志向のクラブチームであれば、まさに観客動員ってそこにリンクしていて、やっぱまず観客が入らないと、まあ、スポンサーもついてくれないしということがあると思うんですけど、企業のチームにとってですね、まあそこはなくてもある意味では成り立ってるわけですけれども、そこでそこの危機感というのを共有、果たしてできるんだろうかというのは、あるいは全体的に空気感でも結構なんですけども、うん、いかがかと思いまして。そうですね、まあ、私どもの例で言えば、まあ、正直芦原さんの改革のところで意識が変わったっていうことで言えば、我々ももちろんそうでして、まあ、従来、まあ、福利厚生の中でやってましたから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、なんでしょうかね、なんとなくやってたっていうところあるかもしれませんけど、まあ、プロリーグ化ということもあって、実は復刻フィナンシャルホールディングスとして、今1万人規模のアリーナを小松地区の方で作りたいというふうに思ってますし、まあ、そんなような動きも、まあ、我々自らの話ですけど、まあ、そういうこともありますから、他の企業に関しても
まあ、そういう意識改革というのは十分できるんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。この他ご質問ございますでしょうか。事務局機能は何か拡充内部変内部のところ形の変わるようなことを考えますか。非コストの問題もあるんですけど、本当はもうちょっと充実をしていかないとダメかなっていうふうに思ってます。ただ収入のところを確保できないとなかなかそこをままならないところもありますので、やはり事務局機能というのはしっかりと充実をしていくべきだというふうに思いますけど、まあ、あとは入ってくるものとのお金ということにはなりますけど、やはりきちんと世界最高峰のリーグなり、子どもたちにぜひハンドボールを始めたいと思ってもらえるような競技にするときには、まあ、事務局の機能も当然に強化をしていかないといけないというふうには思っています。ありがとうございます。追加でちょっと確認なんですけど、基本理事会のときとか社員総会のときは東京こちらに来られる感じなんですか、それともリモートで参加するケースですか。要はこの僕今行われているような会見は今後も直接ここで行われる可能性。そうですね、まあ、今選考委員会が立ち上げてきちんとした理事会が立ち上がった後についてはできるだけこういう形でブリーフィングさせていただければというふうには考えています。東京に来られる。そうですね、はい。まあ、重要案件がない場合であるとか、まあ、そういう場合にはスキップさせていることはあるかもしれませんけれども、まあ、いずれにしてもきちんとした理事会の体制ができた後についてはできるだけブリーフィングをさせていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。すみません、スポーツの点にします。細かい確認ですけど、その理事会の何でしょう、こう正式な理事会でいいんですけど、こう整った理事会のこう、まあ、そこができるまでのタイムスケジュールって大体例えば何ヶ月ぐらいっていうのは、感覚としてはいかがですか。正直今回の役員候補者選考委員会2月でしたね、スタートして、まあ、約5ヶ月近く4ヶ月5月かかってますので、まあ、できるだけスピード感を持ってやりたいと思っていますけれども、まあ、今月中にできましたとか来月できましたっていうことにはおそらくならないであろうと思ってますし、まあ、少し時間をかけなければいけない部分かなというふうにも考えています。あともう一つ、先ほどそのオーナー会議の話で、金丸さんの話がありましたけど、まあ金丸さんも当然そのハンドボールですごい情熱を持って強いご意見もお持ちですけれども、こう金丸さんとのやり取りだったり、これから、まあ、男子の強豪チームのフューチャー、ジープスターと現段階でどういうこう意見交換をしていて、例えばこうそれぞれの関係だったりどういうふうにこうやっていくっていうところのお考えいかがでしょうか。そうですね、まあ、ジープスターさんはもう完全プロチームという形でやられていて、で、まあ、実際に、来月末パリ・サンジェルマンも、誘致をして、で日本代表とジークスターが試合をするというような形で、まあ、イベント力も含めて終わりなので、まあ、そういうところをぜひ参考にさせていただきたいという形で、まあ、いろんな形で意見交換させていただきます。まあ、プロチームの、まあ、運営の仕方であったりとか、まあ、あとは、チケットの販売であったりとか、もともとシステム会社なので、まあ、どういう形で自らのチケットの販売されているかとか、まあ、そういうところも参考にさせていただければなというふうに思って意見交換させていただいています。何かこう要求というと強いですけど、何かもっとこうすればいいんじゃないかというか、建設的な提案みたいなものが今お話ししたこと以外で何かありましたか。いや、今の段階ではまだそこまでないですし、逆に言うと、まあ、まあこれから一応まあ理事長という立場のをいただいた上であれば、もうちょっと突っ込んだ形で話をさせていただきたいなというふうに思ってますけど、はい、ありがとうございます。どうぞご質問を。明日は JHA の新体制発表会見ありますけど、はい、まあ、JHA でどんな関係を築いていきたいと思いますか。そうですね、先ほど強化と集客って話をしましたけど、やはり強化という面でいうと、やっぱトップチームがやっぱり今年特にアジア予選ですけど、
やはりパリオリンピックのきちんと切符を取って、やっぱりメディアにももうちょっと取り上げられるような形のことを、これはどちらかと強化って協会の方になってくるので、もちろんリーグを通じて強化していきますけれども、まあ、まず、代表チーム、トップチームのところの強化のところは、まず連携をしていきたいなというふうに思います。まあ、そこのところ結局、代表合宿だと、リーグ戦の日程の調整だったりとか、まあ、その辺も含めて、きちんと、まあ、協会と連携を取りながら、まあ、特に強化の方は、しっかりと連携していきたいところですかね。はい、まあ、新しい体制のトップともコミュニケーション問題なくいけそうですか。まあ、それは大丈夫だと思います。そうですね、これは本当にまた増中さんとも具体的にお話をさせていただいた上でないとなかなか、まあ、お答えはできないというところですけれども、まあまあ彼が持っているファン層だったり人脈であったりとか、まあ、そういうものをうまく活用させていただければなというふうに考えています。任期は明日からになります。はい、ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。それではちょっとオンラインでご参加の方、質問がある方いらっしゃいますでしょうか。オンラインでご参加の方、質問等大丈夫そうでしょうか。はい、それではご質問等ございませんので、これにて本日の会見を終了とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。代表理事になってますけど。